パック開始だ。いっけパック開始だ。さあ、行こう。いっけなんとかなったね。ハック開始だ。It's my hacking business. Hehe, お疲れさん。油断するな。このまま押し切れ。上出来だ。茶番はその辺にしとけ。そうそう、今のうちに素直に喋っといた方がいいぜ。でないとそこにいるうちの新人が大暴れしちまうかもしれないからさ。こいつこんな顔してるけどキレると怖いんだぜ。なんせこの間もよそのチーム相手に大立ち回りして相手のをして、その上からを突っ込んで、ハッタリだよハッタリ。こういう奴らにはこういうハッタリが一番効くの。いいからお前。いいだけは。ほんじゃま、ちゃっちゃと教えてちょうだいよ。
ついでにその変な喋り方も。いや、もういい。勝者に従うのも、また指定の掲示板にこちらから合図を送る。そうすれば、取引場所を向こうが指定する。奴を呼び出せ。今すぐだ。分かった。これから直近の取引があるんだ。取引場所に行きゃ、奴に会えるさ。一丁上がりってな。いよいよ元締めとご対面だ。オーライ。気をつけろよ。ヤッコさんはやり手だぜ。あいつは残ってスチームリーマンと交渉だ。有益な情報をもらった対価には、別の情報か、マルウェアで恩を返す。アフターケア、俺たちはいろんなチームから依頼を受ける。昨日の敵が今日の依頼人になることもある。仕事の度に恨みを買ってちゃキリがねえ。こういう手段で、千歳はこの手のケアが。それならなぜわざわざ戦うのかって？簡単な話だ。わかりやすいからだ。お互いの立場をはっきりさせるのにな。エデンのハッカーってのは理屈じゃねえんだよ。したことないな。みんなのおかげだよ。
開始だ。なんとかなったね。とかなったね。あんた、いいかもだぞ。悪くなかった。油断するなよ。上出来だ。お前がメフィストさんだと。おや、どちらさ取ったはずだぜ。別のやつがな。やれよ、クライアントの情報。お前にこれからはない。フリーのハッカーたちを焚きつけて。ザクソンの依頼で。ザクソン、あの青臭いお子様の集まりの。困りますね。こっちはビジネスでやって子供の正義の味方ごっこ。アカウント売買はハッカーたちは小遣い程度の額。一銭にもならない正義の味方ごっこ。私の商売をこやかく。お宅はいい。おやおや、企業戦士をなめてかかると。大人の本気を見せてあげましょう。悪くなかった。まさか。おとなしくアカウントを割った。あなたたちのような。なんだキラー。
あの野郎、アカウントばらまいて逃げ。待て、オーナー後でいい。散らばったアカウントを集め。一通り拾ったが、ザクソンから聞いている数より少ない。残りのアカウントは奴の様子も気になる。後を追うぞ。千歳。ああ、見てたぜ。今お嬢が追跡してる。ミフィストさんは奥の方に逃げたみたい。近くにログアウトゾーンがないから今がチャンスだよ。よし、すぐ追いかけ。なったね。なったね。悪くなかった。大したことないな。このまま押し切れ。上出来だ。ハック開始だ。悪くなかった。みんなのおかげだよ。
れは。別のハッカーにやられたか。しっかりしてくださいよ、メフ。おい。あ？な？お前たちと同業のもんだ。メフィストさんに用があったんだが、何があった？どうもこうもねえよ。メフィストさんさんはいつも通りアカウントでも気づいたらどんどん様子がおかしくなっちまっておかしいなと思ってたんだ。メフィストさんさん、なんだか今日はいつもより、でもあれは決まってるなんてもんじゃない。まるで何かに操っ戦っているうちに突然様子がおかしくなっちまった。さあな、突然人が変わったように暴れ始めた。一瞬奴の背後にデジモンのような姿が見えた。ひょっとしたらそのせいで奴はおかしくなった。俺たちのデータ化された意識にデジモンが干渉しないとは言い切れない。と、ああ噛み砕いて説、エデンの根幹システムには精神のデータ化ってのがあるだろ。俺たちの意識はエデンにログイン、エデンアバターにそのデータがダウン、精神データはあくまでデータだからデジモンプログラムの影響を受けることもあるんじゃ。でもそんなことありえないと思う。精神データを守っている防壁はな。そうなんだよな。ま、ひとまずメフィストさんを懲らしめることには成功したんだろ。いや、ザクソンからの依頼は借られたアカウントデータの破棄だ。奪われたアカウントはメフィストさんの端末情報はコピーしておいた。エリカ、奴が他のアカウントをどこにやったのかを知りたい。はいですよ。お前お手伝いができる。はいですよ。エリカに教わった。メフィストさんが他のユーザー見せて。企業ユーザーと頻繁にやり取りしてるね。そいつだな。なんて企業だ。これはどうか。そのまんますぎて悪ふざけのレベルだね。メフィストさんはこの企業にアカウントを追加みたいでしょ。アカウントの転送先はその企業サーバーか。直接侵入してデータを奪うぞ。ほんじゃま、俺とお嬢は引き続きサポートに回りますか。おい、どうした？行くぞ。
サーバに侵入するのは初めてか？感覚は通常のエデンエリアと同じだ。それによるメリットデメリットはいろいろあるんだ。メリット、電脳空間にサーバを構築すること。何よりそのエデン内にサーバを、従来のハッキングでは。だが、あ、デメリットはもちろんこうやって、もちろんその辺は管理側も100。その証拠に、自分たちのセキュリティに絶対、俺たちはそこをつく。奴らの自信を傷つけねえよう細心の注意を払いながら。